ちは。こんにちは。なんだよ。来ました。もうテンション悪い。いやいや、違うぞ、もうやっと来ました。やっともう僕嬉しいっす。今携帯アプリ、アプリゲームのですね、クロスピエースという。あのプロ野球スピリッツのゲームがあるんですけど、いやファンの人が教えてくれたよ。あ、なんかもうコメントでもいろいろいただいてたんですけども、その OB セレクションっていうのがあるんですよ、はいはい、そこでなんと、高木豊さんがついに登場しました。ありがとうございます。来ました。いや待ってました。いやもう遅いぐらいだよね。いやもうちょっと待ってたんですよ本当に、はい、もうね嬉しいですよ。これさ、はい、テストかなんかいろいろあるんだよな。ランクがそうですね。ランクがあって、はい、でこれ S を見てんだけどさ、はい、S が一番いいやつですね。ミーと B、はい、パワー C、 総力 A、はい、これミーと B ってあるか。まあ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 、でもミーとこれ80から A になるんですよ。でミーと79なんで、まあ A よりの B です。だからまあまあほぼだから A です。 E いやいや納得いかねえな俺。いやいや B っていうことはないぞお前。いや確実に俺は A だと思うよ。ミーとはミーとは、まあ、まあまあまあそうですね。いやそれはもうだって1700本以上打ってますもんね。だってそれぐらい終身打率2割9分7厘だから。おお、いやめちゃくちゃすごいっすよ。すごいですよ。ベスト10に入るのは14年間の成績の中で半分ぐらいは絶対ベスト10に入ってたからね。おお、すごい。まあそれ捕まえてお前いい。でもやっぱりあれですけど、足速いってイメージじゃないですか。いや足速いけど俺足よりはミートの方が自信があったから。でもなんか特殊能力みたいなのもあるんですよ。はい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 。だからその選手によって特殊能力みたいなのがあって、豊さんが超流し打ち走塁、超逃し打ちは、まあ、超じゃないだろう、流した打球が切れにくいって、はい、あ、切れにくい、はい、確かに。で、ミートチューアップするんで、これで、はいはいはい、ちょっと上がるっていう。あ、でもよく見てるね、はい、で、あと、走塁回と盗塁っていうのがあるんで、これ、やっぱりスーパーガートリオですから、なるほど、やっぱそういう足の速いイメージがやっぱあるんじゃないですか。走塁回って何？走塁回はね、ベースランニングがうまい。あ、ベースランニングうまい。はい、これ大事ですからね、これ大事大事、はい、ベースランニングはうまい。これと盗塁が成功率アップっていう、やっぱりこの走塁の面でやっぱり。でも俺走塁よりはね、ミートの方が全然違う。ちなみに豊さんセカンド、うん、記録残してますよね、うん、2割いく、あ、9割9分7厘、とんでもない記録だったんですけど、守備、はい、セカンドの守備が C ということで。これはちょっとやばくないですか。だって、はい、ちょっと C ということで、守備普通、走塁普通、盗塁積極って書いてますね。これ、はい、サクセスですね。ちょっとこれ感動。これはダメだよ、これ。これはダメ。寸評みたいなの書いてるんですよ、はいはい、高木豊、右投げ、左打ち、はい、まあ、これ成績1984年のやつを参考にしてますわ。84年って書いてるの、26歳、試合117試合出て、お打率3割、お本塁打11本、打点39、盗塁56、お133安打、おーすごいっすよこれ。あの盗塁王を取った時の成績、はい、ああやっぱ書いてますね。松本さんとの争い、56盗塁と走りまくり、巨人の松本との争いを制して盗塁王を獲得、うん、主に1番を務め、手腕な打撃で打率3割もマークした。あ、そんな選手のミートが、はい、B です。やばいだろこれ。やばくない。いやいや、ここじゃなくてさ、はい、あの、キャリアハイの時にしてよ。ちなみに何年ぐらいが良かったですか。やっぱ3割3分3人打った時が良かったよね、はい、あ、それが3割2分3人打った。84年ではないっていうことですかね。ぜひこれ S、はい、これ S クラスっていうのが最高。そう、 S っていうのが一番最高だ。まあ S にいるっていうことはいいんだ。いやでもやっぱりすごいっすよ。 S にいない人もいいんだ。いや、みんないますこの今出てる。で、今回第3弾なんで、あ、はい、でも出てない OB 選手の方もいるんで、でも豊さんやっぱ出てきたっていう、まあ光栄なことだね。はい、そうですよ、すごいっすよ、だってこれは、はい、まあ、でもまたもしかしたらリニューアルして、はい、また違う形で豊さんが出てきた時に、速攻リニューアルだね。そうですね。リニューアルした時にもしかして守備が A になってたら、はい、多分見てます。見てますね、それ。あんた見てろよ、守備 A、ミート A になったら多分見てますね。まあでも出たということなんで、豊さんが、あ、まあ、豊さんを使ってほしいです。扱ってくれたというのはすごくありがたいですね。はい、はい、ありがとうございます。ただ、能力は間違ってる。夢、夢を与えてよ。